はい、えはい、ということで、えちょっと、コロナ明けね、えいろいろ忙しくて、あの、ちょっとあんま動画撮れてなかったんですけど、えまあ、ちまちま動画撮っていこうと思いますが、はい、え今回は、え読売ジャイアンツ入団しました、ポスター・グリフィン投手について見ていきたいと思います。え左投げ右打ちということでね、えまあ、あんまり多くない、え左投げ右打ちですけど、メジャーリーグだとね、 結構いたりしますが、左投げ右打ちの選手ですね。95年生まれの27歳ということで、まだ若くてね、将来性があるという感じなんですけども、ジャイアンツに入団しました。メジャーリーグではね7試合にリリーフ登板してますが、8イニング投げて防御率6.75ということで、メジャーリーグでは通用していないという感じですね、結果は出ていないという感じです。 でえー、そんなフォスター・グリフィン投手ですが、えーまあ、先発経験もねちょくちょくありつつも、まあ、最近はリリ,ーフに、えー、リリーフがメインになっているという感じです。でトリプルエーデン数字見るとね、まあ、先発で見てもね2021年 6, 6試合に登板しただけですけども防御率3.6、フィップ4.04、スフィップ5.16という感じでね、ね、まあ、先発ピッチャーとしては一応それなりにはあのーまあ、試合は作ってるっていう。 え感じですね、まあ、マイナーレベルで言うと、それなりに、えーまあ、使える先発っていう感じなんですが、えー、2022年、えー、以降ね、えー、マイナーで、えー、リリーフ登板増えてますけども、えー、リリーフになってからの数字が非常に、まあこれはね、リリーフピッチャーと先発ピッチャーの難易度の差っていうのがあって、やっぱり先発,先発ピッチャーっていうのは長い2号を投げなきゃいけないんで、難易度が高いんですよね。 なので、まあ、やっぱりリリーフに回ればね、数字が良くなるっていうのは、まあ、当たり前の話なんですけど、まあ、あの、ヒップ2.90、えー、3.09、で、3.2、3.78ということで、まあ、途中チーム映ってるんですけども、えー、安定して、えー、トリプル A で結果残してます。えー、奪三振能力もね、えー、先発からね、リリーフに回った時に、えー、明らかにね、奪三振能力向上してますし、 まあコントロールっていう意味でもね、えー、フォアボールはまあ破綻してない程度の、えー、数なので、えー、コントロールもそれなりにまとまっていて、えー、三振も奪えて、まあ、マイナーレベルでいうとね、えー、非常にいい先発、えー、リリーフ候補。で、えー、先発候補としても、えー、ある程度計算ができそうな感じもします。先発の可能性もありうるっていうところでね、まあ、使い勝手の良さそうな感じがするんですが、逆に、えー、メジャーリーグになるとね、ボゲュッツ8.53。 ヒップ4.69、エクスヒップ5.86、まあ。リリーフでこの数字ってなってくるとね、まあちょっとリリーフとしてはという感じになってきます。えーまあ、インプレー,ダー率も3割1割8厘ということでね、まあちょっと高いかなっていう感じはしますけども、まあ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 、ベ w オ b エも4割6分5厘ということで、まあ滅多打ちにされてますね、えー。マイナーではね、リリーフに回ったことで、奪三振が奪えるようになりましたが。 えー、メジャーリーグでは、ねえー、三振が全く,奪全くということはないですが、まあ、なかなか奪えずかつフォアボールを異様なほど、えー、出していますマイナーでは、ね、コントロールがまとまっていたんですけどもメジャーに上がった瞬間に <coughs> コントロールが崩壊しています、えー、残塁率46.2%ということで、ねまあ、不運な部分もありますけども、まあ、全体的に、ね、フォアボールでランナー出しすぎ、えー、三振奪えなさすぎと えー、リリーフに、ね、転向したことで一気に覚醒するかと思われたんですけども、えー、メジャーリーグではなかなか、えー、通用していないという感じで、えー、入団してきています。でね、えーまあ、彼はね、あのー、彼の、まあ、いいところ、あのー、失敗しにくいところとしてはそのまず先発もリリーフもできるということで使い勝手がいい。 え、加えてね、え、打球傾向を見てもらうと、ゴロフライ比率で、もうゴロの割合が圧倒的に高いですよね。で、彼は、そもそも三振を奪う能力が、まあまあある。一応、その、マイナーリーグではそれなりに三振を奪っている。ので、まあ、奪三振能力っていうのはそれなりにあるはずです。で、その中で、三振が奪えて、かつ、ゴロもあの、ゴロを打たせることもできる。ということで、 あのー、そこがねあの、リスクが非常に低い物件っていう感じですかね。はいえー、<coughs> 三振を奪う,バッター奪,う奪うピッチャーっていうのは、基本的に基本ルイダーが多くなったり、フライの割合が高かったり、えー、するものなんですけども、その辺のの、ね、リスクを抑えつつ、あのー、かつ三振も奪えるっていうのは強み。 で一方ね、ただ、あのー、メジャーリーグではねゴロで打ち取ってはいるんですけども、まあ、いかんせん、メジャーリーグレベルでは三振が奪えなかったっていうのがちょっと気がかりなポイントになってきます。で、あとはですね、まあ、2022年、えー、ですけども、まあ、本当に打球をめった打ちにされてまして、バレる率18.2%、えー e、エクスペクテッド、ER ・エ、ま、アあ期待される防御率10.75ということで、 まあ、めった打ちにされてますね。あのこれだけね、まあ、めった打ちにされて、まあ、ボコボコにされてると、ちょっとね、マイナーでは無双してるけど、メジャーではめった打ちっていう、ものすごく極端なピッチャーなんで、こういうピッチャーはすごく評価に困るんですね、個人的にはね。難しすぎるっていう、まあ、あのバッターでいうと、去年の楽天にいたあのマルモレホス選手なんかもそうですね。 彼はマイナーリーグで無双して、もうマイナーリーグでは最強打者。でもメジャーに上がった瞬間に全く結果が出ない。打率1割台とかでしたよね、彼は。あのー、そういうタイプなんで、まあ、すごく評価が難しい。バッターはメジャーレベルで全く打ててないっていうのはちょっと不安になってくるんですよね。やっぱ地雷臭がしてくるんですけど、ピッチャーだったら、 うーんなんかピッチャーはいろんな運要素が絡むんでわからないんですよね。まあその運をつかんでね、こう、スタートがうまくいって、そこからまあ少しずつ改善されていきますし、まあそこからね、いろいろ糸口をつかんでいくパターンもありますんで、ちょっとわからないですね。で、エクステーション、えー、玉持ちですけども、はい、46ということでね、まあ特に玉持ちに関して見るべきところはないって感じですかね。 えー、球種構成がね、えー、リリーフに回ってから2022年リリーフ当番なんですけども、えー、球種が4つということで、えー、かなり多いですね、まあ。メジャーリーグはね、基本的に先発やってたピッチャーが4球種投げるっていうのは、まあ、よくあるんですけども、大体リリーフにコンバートされると、そこから球種を減らしていくのが普通なんですよね。基本的には球種を減らしていくんですけども、えー、それをせずにですね、 えー、2022年はまあカットボールの割合が非常に増えてます。でむしろフォーシームの割合を減らしていますね。で、チェンジアップはね、えー、あれですねあの、右バッター対策っていうところで、えー、投げてると思うんですけども、えー、チェンジアップがですね、そうですね、右バッター対策で、えー、投げてて、 でまあ、カーブがね、えーまあ、割と、えー、安定して投げられてますね。まあ、基本的には、えー、右バッター、いや、まあ、そうですね。うんまあ、右多めですけども、左相手でもまあカーブ使うってう感じですかね。で、まあ、えー、そんな感じです。えー、ただね、まあ、ちょっと気になるポイントは、まあ、右バッター対策のね、まあ、チェンジアップとかがね、まあ、ちょっと、 まあこれをまあ、おいおい触れていきますけども、えー、で急速体ですけども、えー、それまでね、2020年、えー、平均急速147キロだったんですけども、2022年、ト、え、ミー・ジョン手術を経てね、えー、急速が、えー、平均急速がんって一気に上がってます。151キロということで、えー、まあチェンジアップとかね、えー、カーブとかはそんなに急速変わってないんですけど、ストレートの急速がぐって上がってますね。これは非常に、えー、いいことだと思います。あの やっぱりね、リリーフピッチャーとしてもある程度計算したいですし、そうなるとやっぱり、球速っていう武器は必要になってきますよね。先発ピッチャーとしても、まあ、平均球速が速いってことは大事なことなんで、まあ、とにかく球速が速いってことは大事です。で、えー、一方ね、ストレートのね、球、えー、速は速くなったんですけども、そのストレートね、あまり、えーが、ストレートがあまり機能していないっていうのは事実なんですね。えー、ストレートはよく打たれてしまっています。 さらに言うとね、カットボール、えー、まあ多分スライダーが高速化してカットボールみたいな感じになったんですかね。えー、カットボール、えー、非常に評価が良くないですね。でまあ、チェンジアップも、えー、あんまり良くないですし、まあ、カーブが安定して、えー、武器にはなってるかなという感じです。はいでえーまあ、カーブね、えーまあ、スピン量2203回転とかでね。 まああのー、そんなにこう、あのー、すごい回転量が多いとかそういう感じでもないですけども空振りはまあそれなりに奪ってますエクザビル OBA で見ると3割7 3厘ということで、まあ、結構打たれてしまってはいるんですけどもカーブ、あのー、縦変化強めの縦のカーブって感じでまあドロップカーブみたいな感じだと思うんですけどもえー、まあ あの日本球界に来る外国人ピッチャーで、ね、縦のカーブを持っていると結構通用する確率が、ね、高かったりとかする印象はあるんですけど、最近は。あまあ、あのそういう意味で言うと、ねまあ、スピン量が低いっていうのがちょっと気になりますけども、まあ、カーブは、えー、ある種武器としては、えー、使いやすいのかなという,ふうに思いますで。カットボール、ですねカットボール打率4割、えー、打たれてますけどエクサビリオウエデンは4割9分2厘ということで。 まあ、打たれてますね。それなりに空振りも、カットボール、割と空振りも奪えてはいるんですけども、えー、かなり滅多打ちにされてしまっているという印象は強いです。えー、変化量はね、えー、縦よりも横強めの、えー、変化なんですけども。まあ、ちょっと怪しいですね。で、ストレート、えー、1割6分7厘ですけど、エクサベルオビエディムというも4割2分1厘。で、まあ、フォーシームのね、 スピン量が、えー、低いので、基本的にこう、球は速いんですけど、伸びてこないっていう感じですね。えー、で、まあ、ストレートの変化量もね、まあ、スピン量も少ないですから、まあ、変化量も小さいということでして、まあ、実際ね、まあ、あとチェンジアップね、チェンジアップの XWVA6 割8分9厘ということで、まあ、サンプル数は少ないんですけど、まあ、チェンジアップもね、えー、ちょっと怪しいっていう感じですね。 まあ、あの変化球でいうと、まあ、このカーブ、チェンジアップ、でもチェンジアップは多分あの右バッターにしか投げないんで、まあ、左バッター相手にちょっと手数が不足してるなっていう印象はありますね。あのーまあ、左バッター相手だと、まあ、ストレート、カッター、カーブのこの3球種で抑えるっていうことですね。右バッター相手だと、まあ、ストレート、カッター、カーブ、チェンジアップ、まあ、どの球種も、まあ、割と使ってるんですけどね。 あのなので、意外とね、左バッターに苦戦する可能性っていうのはあるかもしれないですね。で、えー、あとはですね、あのまあ、ストレートの、えー、威力が不足してるっていう感じですかね、あの全体的に威力不足というところで、まあ、メジャーリーグではストレートをめった打ちにされているということで <laughs>、まあ、日本球界に来てね、球速帯が、えー、変わるんで、まあ、多少はね、あのー、変わってくると思いますが、とはいえね、 あのメジャーリーグでストレートで空振りが奪えなかったピッチャーが日本球界に来ていきなりそのストレートで空振り奪いまくるみたいな展開にはなかなかならないんですよね、やっぱり。なので、まあ、全体的にはね、僕の予想とし、イメージとしては、まあ、マイナーリーグ時代みたいに三振バカバカ奪いまくるっていうよりは、まあ、ゴロで、えー、打ち取っていくっていうような、えー、ピッチングスタイルになるんじゃないかなと。まあ、ある程度三振奪う能力はあるんだけども、 まあ基本的にはゴロピッチャーっていう感じですね。で、えー、加えてね、まあ、フォアボールもね、えー、マイナーでは安定してて、えー、いいんですけども、まあ、全体的に見るとね、えー、球すごいばらつきがあるんですよねあの。フォーシームもそうですし、まあ、カッター,、えー、カーブ、まあ、全部ね、こうものすごく高めに抜けるような球が、えー、目立ちますね。 あのー、そのチャート見た感じ。あのボールがどん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 高めに高め、どの球種も絶対高めに抜ける球種が、えー、発生してるんですよね。まあ、これがね。まあ、ちょっとコントロールがそのまあフォアボールマイナーではね。あんまり出さなくて安定してるように見えるんですけど、あのー、割とばらつきはある方っていう感じですかね？うん、あのー、イメージ的に言うとね。なんかうん。コントロール自体が。 いいいいっていう感じでではないですねコマンド能力がどうこうっていうコントロール自体はまあ別になんかそこまでいいわけじゃないっていうまあただまあなんとなくあのー、ゾーン内には集まるしでまあマイナーレベルだったらボール球でも振ってくれるし抑えられるけどメジャーレベルのバッターになってくると、まあ、そこを見極められてしまって、まあ、フォアボールも出るしっていうところですかねはい。 まあ全体的に見るとね、まあ、そのマイナーでの、ねえー、数字なんか見ると結構剛腕として期待ができそうなイメージがちょっとするんですけど、まあ、冷静になってねこう考えたときに、まあ、やっぱり、あのー、彼ね、現実的な、あのー、着地点としてはあ彼はまあゴロピッチャー、うん。基本的にゴロピッチャーで,でゴロで打ち取っていくタイプの。えー、で,でも球が結構速くて、速、ま、球、あ、派の、えー、サワン先発ということで。 まあもしかしたら活躍する可能性もありますし、まあ先発で無理でもね、リリーフの可能性もあるんで、えー、いろいろ選択肢があって、まあその辺は使い勝手がいいかなというふうに思います。はい。ということで、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。また次回バイバイ